はい、こんにちは、ブルフォースです。いつもね、やっていきましょう。バイオ前回ちょっとすごい中途半端な感じのところで終わっちゃったんですけれども、まああのね、探索編になるのかな。ちょっとまたね、あの続いてサクサクと進めて、サクサクなのかちょっとわかんない。とりあえず上から行った方がいいのかな。あそか、あの鍵回収しなきゃいけないもんね。じゃあやっていきましょう。あ、え、こんなとこいたっけ。お前グレンだな。もう全部グレンに従ってるんだもんな。うれちょっとでもダメージ与えといて。なんかでも今回あれだね、あの表の時と違ってアイテムが少ない感じがするな。あ、ハンドガンの弾、ハンドガン、まだ生きてんの。あ、OKOKOK。そろそろダメポーな気がする。あれちょっと待って、何だったっけ、忘れちゃった。あれ毎回忘れる。これかこれでもさ、パスワードにするさ、そのあれあるじゃないですか、なんかね、関わりあるの BCM とかだったらドキュメントとかここはなんか、そう表のレオン編の時だったかな。ここでさ、あのリッカーが出てきてさ、超驚かされたっていう記憶があるから、もうなんか裏編だといつ敵がバーって出てきてるかっていうのが分かんないから、もうなんかいるんじゃないかっていうふうな読み込んでね、怖い怖いってそういう話するんですよね、うん。あー、ここであれかな、アイテム逆に取りすぎてしまうと、ねえ、またアイテムを回収しに戻らなくちゃいけない羽目なのか。結局ここのゾンビあれだもんね、復活しないもんね、別にいらないよな。本当だったらね、ここでね、あのマービンがね、お、クレア、ちょっと見せたいものがあるんだ、戻ってきてくれっていう話になるんだけど、今回始めたら屍状態で出てくるから残念ながらもうね、無理っていう、そういう話でね。よし、おお、気づいちゃった。わーい。おお、ちょっと撃てない。あ、下手くそ。はい、おやすみ。でもまだ君生きてるんだろ。膝がプルンってあったんだろ。これでもなんかまた生きてる。そうな気もするんだよ。ああ、死んでる。あの柔軟性がマックスになっているときはもうあの死んでいる。このゾンビは多分ちょっかいかけなかったら何も起きないはずなので、このハンドガン回収。ハンドガンって言っちゃうけどいいのか、まあいいか、同じだよね。ひっくりひっくり、バレてないバレてない。はい、パンパンすぎて、あそこにある赤いボタンで回収できない。起こさないようにしても、ああ、そっか、だからアイテムの整理してからここに来ればよかったな。しまったな、ちょっとミスったね。まあいいや。よし、じゃあ戻っていきましょう。そう、ちょっと最近、まあ腹立つというかさ、まあね、もう何回か皆さんに話したことがあるかもしれないけど、これ絶対見たらやばいことになるから、注意、絶対見たらダメよ、うん。あのさ、僕がタバコ嫌いだっていう話はさ、もう何度かさ皆さんに話をしたことがあると思うんだけどね、本当に嫌いでタバコ、もうなんであんな煙とかがねやってるのかっていうのも本当に理解できないんだよね。あんな煙もくるさ、さ時々さ、タバコ吸ってる人の中でさ、なんかさ、自分はそのタバコ吸ってない痩せるも健康なんだとかって言うけどさ、統計的に見た時にタバコ吸ってるやつの方がそうじゃない人と比べたら死亡率とか、あのがんになる確率とかっていうのがもうあの段違いで高いっていうことが分かってるんだから、なんでこっち知った、高いっていうことが分かってるんだからさ、それをさ、なんかさ、あの俺は例外なんだって、違う、お前たったさ、そのパイ1しかないさね、あのやつがそんな偉そうに言ったところで、ね、やっぱりたいな、なんとなくいる気がした。ちょっと
こいじゃねえか。フルサンドウィッチ、統計的にやっぱりね、科学ってそういうところがね便利だったりするんで、なんか例外のやつらが生きがってることとかってあるけど、そんなねどうでもいい、お前のお前個人の話はどうでもよくって、だからタバコ吸う人ってほんと面白いよね。お金払ってさ寿命縮めたいですってなってさ、ね、疲れ切ってるしか言いようがないもんな。お金払ってさ、周りの寿命も縮めて、自分の中傷も寿命も縮めてさ、なんて心が広い人たちなんだろうって逆に思ったりするよ。あぶね、これでもう大丈夫かな、さすがに生きてる、あ、生きてる、こいつ、あ、降りちゃった、ペキンって。こっちはさすがにもう死んでるね。こういう廊下にいるところのゾンビってなんか意外と怖かったりするんだよね。なんか急に気づいたら立ち上がってるっていうことがあるから、でしまったな、こっち行けるのにな、財布持ってたらよかったんだけどな。そういうわけにもいかんぜやっていう話だから、ちょっと戻りますか。なんでこんな話するかって言ったら、あの僕まあ京都市内に住んでるんですよ。京都市、まあ、京都市内って結構広いんだけど、京都市ってその罰金対象区域としてはその3箇所しかないんだけど、京都市全域では歩きタバコって禁止されてるのね。だからそういう条例、まあ条例で決まってるんだけど、その条例ってまあその法的、法律っていうよりはまあ厳しくなくて、まあタバコ吸ってても罰金ってついで2000円とかそんな程度なんよ。2000円罰金取られるのと、まあタバコ吸えないでイライラするんだったら、まあ2000円取るっていうね、あの愚かな考えの人たちが多かったりするんだけど、そんなのどうでもよくって、ルール守れないやつがなんかね偉そうにそのタバコ吸ってるのとかを見るのがすごいイラッとくるというか、なんかこの程度のルールも守れないでなんかあのなんか主張しているっていうのが肩払いてえわっていうふうにすげえ思うよね。だからね、よく言うのがそのタバコ1本吸ったら 6分寿命が縮むとかそういう話もあったりとかするけどさ、なんかね、お金払ってさ、しかも今タバコ高いじゃん、500円とかさ、そのくらいするわけじゃん、一箱吸うのにさ。そういうね、お金払ってで、大体タバコ吸う人たちのそのね、多分ね、まあ僕のこれは見立てだから事実かどうかというか、あ、いけんのか、見立てだからね、事実かどうか知らないけどさ、給料も少ない人たちだと思うんでね。で、あの前話したことあるかな、ベトナム戦争とかでそのアメリカの兵隊たちがそのまあ痛みを和らげるために、その戦いで負傷した痛みを和らげるために麻薬を打ってたんや、大麻だよ。見て、あ、食らうのかよ、くそ、しまった、ちょっと帰るか。で、相手も調べる、超余裕で、大麻を使ってその痛みを和らげると。で、その後に何て言ったらいいんだろう、あのまあ大麻中毒のままになっちゃった人とそうじゃなかった人っていうのが分かれたんですけど、あのね、結局やっぱりその大麻って快楽物質をその脳が勘違いさせてこう発生するようなものになってるから、あの大麻で得られる快楽と、まあ、それ以上に得られる快楽とっていうのがあって、あが他にあったら大麻をわざわざ吸うっていうことがなくなるんですよ。ところがその国に戻って、戦争が終わって国に戻ってから大麻中毒のままになっちゃった人とそうじゃない人って何が分かれたかっていうと、大麻中毒になっちゃったのままだった人っていうのは大麻を吸うこと以上に得られる快楽っていうのが残念ながら他になかったからっていう話なんですよね。で、一方で大麻から抜け出すことができた人っていうのは大麻以上の快楽、例えば家族と会うとか恋人と会うとかで、そんで恋人たちを過ごすとかで、そういう日々が遅れた人っていうのは大麻から無事に抜け出すことができたんですよ。これをタバコに当てはめてみると、タバコっていうのはその快楽物質、大麻の似たような物質ニコチンっていうのがあるから、結局そのタバコから得られる快楽物質よりもその幸せだって感じられるものっていうのがないから、そうね、タバコに走るっていう愚かな行為になっちゃうわけなんですよ。だからタバコ以上に快楽を得られるようなものを毎日に刺激として受け取ることができるように過ごしてたとしたら、あのタバコなんかね、お金払って寿命を縮めるという愚かな行為に走らずに済むっていうね、
たったこれだけのことなんですよ。だからタバコしか快楽を得られるようなことがないから、あのなんかそっちに安易に走ってるんでね。って言うと、あ、いやタバコ吸うとストレスがなくなるんだよとか、イライラが収まるんだよとかっていう人とかもいたりするんだけど、逆、タバコ吸うからイライラがあのより増してきちゃうわけなんだから、なんかもういちいちやってること言ってることっていうのが矛盾してるんだよなっていう気がしてならないっていうね。うん、タバコ吸わなかった、だってタバコってルーティンで吸ってるわけじゃん。でタバコ吸えなくてさ、あのニコチンが切れてきたらさ、イラ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 してさ、早く吸わなきゃってさ、あのね禁止されてるのにさ、路上とかでタバコ吸ったりとかするわけじゃん。バカかっていう話なんだよね。もうそれってもうほんとバカなんだよ喧嘩売るようだけど、喧嘩売ってんだけどさ、タバコ吸う人でさ、その例えば人に迷惑かけないで路上喫煙とかしないでね、家の中で吸うとかさ、決められた喫煙場所とかでタバコ吸うとかっていう風にルールきちんと守って吸ってる人とかだったら、もうどうぞご自由にって感じなんだけど、人様にさ、なんかさ、副流煙とかで迷惑かけたりとかさ、あのタバコの灰とか捨て殻とかっていうのさ、そこら辺のとかに捨てたりとか、そういうやつらがいるから、もう全体通してタバコ吸うやつは終わってるっていうのが認識される。そこがね、やっぱりね、タバコ吸ってる人同士で、いや自分たちがその吸える環境が減ってって、うんだうんだって言ってるんだったら、違う、お前たちがそれを削ってるんだって、自覚性っていう話なんですよ。でそういうタバコ吸ってる人たち同士でちゃんとやっぱりあの運動とか吸えないとかっていうのをして、あの気持ちよくタバコ吸える環境を自分たちが作っていこう。なんで俺たち吸わない人間が我慢しなきゃならないんだってね。もうなんか愚痴ばっかりで申し訳ないんで、ちょっとね、あの気持ちを落ち着かせなきゃいけないんだけど、あ、ここのレッドハーフ取ってた。そうね、世の中なんだろうな、あの頭がいい人が、まあ、あのね、まあ、世界っていうか地球を作ってる、まあ、ルールを作ってるっていうのはあるけど、結局ね、それに従うか従わないかというか、なんかあの賢いかどうかよりも、なんかやかましく声でっかく言ってるやつらが勝つっていう世の中、これがね、もうなんか馬鹿げてるよね。本当にクソどうでもいいわと思う、タバコなんて、うん、ない方が世の中のためになる。まあまあ、そのタバコ産業とかでね、その経済が回る、なんだかんだって言うんだけど、そんなタバコじゃなくても経済回す、おっと、そう、ちょっと癒しを与えましょう。ここサムネにしよう。ウェスカーの机の前で谷間を覗くっていうね、もう背徳感バリッバリのね、瞬間をちょっと皆さんと味わうことができた。あれ？あ、そっか。USB 出してなかった。まあ、ちゅうわけなんですよ。まあ、ちょっと、あの、おっぱい見れたから落ち着くわ。あかたかたあかたかたあかた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 ピー。開き方がワイルドなんだよな。ああ、置き手紙なんかあるんだ。へえ。そうか、レオンここ開けることができてないから、あのここにいないっていう手紙読めてないわけなんですね。了解です。なんだかクリス珍しくないわ。じゃあこれも取ることができたし、もうちょっとここに戻ってきたいけど、アイテムが拾えないので、まあ、回復薬が特になくても大丈夫かな。よし、じゃあ一旦ね、戻って霧のいいところまで行きます。これ来てる。スターズオフィスに入るか、入らずにそのまままっすぐ理念室の方に向かっていくと、やつが現れるはずなんで、もう多分出現してると思うんですよ。ちょっと嫌な話なんだけど、まあ、なんだけど、まあ、ちょっとね、次、多分次のパートで、G1 と戦うレールところまで行くと思うので、一旦ね、まあ、区切りがいいので、この辺りでね、終了させていただきたいというふうに思います。じゃあ、組み合わせない、組み合わせない。これ、近いに持ってって、そのままサプレッサー取れるようにしちゃうと思いますんで。多分いらないアイテムは、あ、そっか。あれ？あ、見せた。スタズバッチしまっちゃった。まあ、いいや。こんなところか。一応回復アイテムも、あれ？違う、表編と同じ間違いをしてる。こんなところかね。一応回復薬いらないかな。はい、ま
ということでね、まあ、ちょっとアイテム整理時間かかってますが、この辺りで終了させていただきます。またね、ぜひね、次回パートもご覧いただけたらと思います。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。